天台衆聖徳寺佐久村住職様ご協力です能登半島地震被災者支援小型仏壇無償提供金箔が吹いてもはげない国産仏壇 お仏壇の販売が転職なかった後期でございます2023年1月の16日今日は火曜日ですね今ちょうど5時41分外気は一度朝動かでございますありがたいことにですねあの天台宗聖徳寺の作村住職様が昨日ご来ていただいてですねあのネットで見ましたとであの和島さんいいことしてらっしゃいますねということで天台宗あの あの、能登半島もですね、天台宗の大きなお寺さんが一気に被災してらっしゃるそうなんですよ。で、この佐久村住職様、あの、天台宗の、えー、 青年部ののでですすね災害担当の役員をししてらっしゃるそうです、ね、私、これは本部に言いますねってことで、あもうこちらこそよろしくお願いしますということであの天台、これはもう、宗派は問わずにですね対応してますけどね、あの天台宗のもしも檀家さん、お寺さんでですね、被災されて仏壇が必要という方は言ってくださいって、もう無料で送りますって、もう,あ,もうありがとうございますということでですね、まあ、もうこれはもう仏様のですね、まあ、ご加ごが皆様にあります。 ようにということでですねあのこのお仏壇を拝んでいただくことによってですね少しでも気持ちが和らいで心の安らぎをお届けできたらと思っておりますはいまあそういう形でですね本当にありがたいお申し出でございます天台市天台宗周聖徳寺作村住職様 能登半島地震被災者支援小型物壇無償提供でございます。ご協力のまあ、あの申し出をいただきました。ありがとうございます。天台宗本部に伝えますと、もう是非よろしくお願いします。まあ、困った時はお互い様でございます。えー天、天台宗青年部の災害支援本部担当してらっしゃるんですね。 あまあ、よろしくね。まあ、これがご縁ですよね。また、おっしゃってらっしゃいました、佐久間先生も。ちょうど私がなった時にこの地震だったですもんね。って。はあ、やっぱそうなんですか。ということでですね、これも何かのご縁なんでしょうね。とおっしゃってらっしゃいました。とてもいいお顔をしてらっしゃいますよね。はい。まあ、そういう形でですね。 すべ、えー、ての宗派の方にお届けいたします。もうこれはもう本当でございます。096329-0224。24時間電話受付。096329-0224。こうやってですね、皆様のありがたいご協力も着々といただいております。お電話ください。被災者様にお仏壇無料提供頑張ります。はい、ここまで。 この動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の開運ご発展、お祈り申し上げます。